大変だね、かすみさん。なんで中学生が講義とか言わないってのかけて。かすみさん。違うんです、私が書いたんじゃないんです、違うんです。わかった、ごめん、わかってるよ。先生、大丈夫、本当に大丈夫だぞ、死んじゃダメ、生きて、生きろ、そのまま美しい。出てごめん。それじゃあ、奥顔。力を温存しなきゃならないわ。だから本当は嫌だけど、あんたに飛んで連れてってもらうしかないのよ。ほら、早く。何なのよ、ふざけんじゃないわよ。とにかくよろしくな、東高の生徒会長さん。お互い頑張りましょう。はい。会長はあなた。すみません。チェックショー、何から何までバカにしやがって。今はただの巨大な迷路では、なぜ今その地下道に。あなたを始末するためよ。冗談よ、少しもビビらないのね。殺さないで。地下道にはローズ、オリビア、解いた方が。いや、我々スッピン族はいわば武器を装備してない裸の兵士に等しい。エスの世の世を纏うことで初めて同レベルの戦いを挑めるので。そこまで言うのなら分かった。花子頑張ったんだよ、カルゴンも入れたし。我々の現在の能力では最高のギャルメイクです。いやー、マジ頑張りまーす。なぜかしら、どうにもムカムカしてくるんですけど。何かしら、甘えてるのかしら。見てるとムカムカしてくる仮面だけど、あれ、なんだか可愛く見えて。ご覧の通り。デスボートやら実力を見てやる、一発撃ってこい。あれ、パンチ。ああ、そうだ。ほーら、高い高い。今日から空手を習うんだぞ。今のは走馬灯。なかったやろ。なかなかいい聖剣だが俺には効かんな。すごか、テスミ、こんなの初めて。ねえねえ、もう一回やってよか。私が行く。ほら、君も。どうしたの。お前今日スパッツ見たんじゃねえ、見えただけだ。忘れろ、忘れな、しさい。忘れた。今日は女子校との品位の違いってやつを見せるのよ、しょうもない頭空っぽの男子高校生にね。失礼します。お、ありがとう。かすみさん、大丈夫。すみません、すみません、男の人って苦手で。これなら平気。すみません、すみません、変態も苦手で。よろしくお願いします、メイベル。よろしくね、よろしく。前職はあなたたちフリーの冒険者が逆立ちしてもなれない王国聖騎士だったよ。それを踏まえてよろしくね。よろしくね。よろしく。よろしくする気あるのか。つうか今住所不定無職だよな。どっちもミリのパパだよ。カズキパパは料理が上手で偽装して保育園に入れてくれたね、パパ。ね、レイパパはね、バンバンって鉄砲を撃つのが上手。ゲームですよ、ゲーム。違うよ、本物だってパパたち言ってたもん。子供は知らなくていいんだって。誰か傘貸してくれないかな。花子様。花子さん、これで出して。早く早くやって。ちょっと落ち着いて。そんな
娘よ。今すぐ帰れば二人とも誰にも邪魔されず、すごい要求は期待通りになること間違いなしだ。ミョカスだ、悪魔のささやきだ、惑わされるな。誰が惑わされるか。カズマこそ時と場合を考えろ。あれ俺はこんなにも心揺り動かされているのに。感謝。急に入ってきちゃ。驚かせてしまってごめんなさいね。それじゃあお名前とお年を教えてもらえますか。なさこみり、4歳です。クルスカズキ、28歳です。お父さんは結構ですよ。お父さんは遅れてごめん。無理かも。お父さん、諦めちゃダメ。え、先生何言い出してんの。無理じゃない、でも今悲鳴あげましたよね。つまりこれ俺の勝ち。決まった。こっちには闘神剣を持つメイベルがいる。闘神剣、魔炎竜に対して圧倒的な力を持つあの伝説の。しっかりしてくれ。二人ともやめなさい。うるせえな、怖えもんは怖えんだよ。逆毛と七三買ったのか。おお、こっちはまた聖騎士やぞ。聞こえるように言いましょうよ。ダメじゃねえんだよ、クソ逆毛やろうがよ。言いたいことあるならはっきり言いましょうね。私が兄ちゃんに勝てるわけないよ。そして俺が勝った場合、お前には不動との関係を解消し。ん、不動との関係を解消。そんなルールがあるなら早言ってよ。やったら今回ばかりは絶対に負けられんの。機大吾は無意識に変身スーツを装着し、その結果、うん、なんですかそのかっこいい、いや神妙なマスクは。ちょっとつけてみてくれないかな。いや、そんなの。頼むよ、ほら。女神の祝福により、我、400光年の彼方よりここに降臨。アイアムミスタープレアです。ショタ、マスクをしたせいで。私もエルフみたいに抱っこしてほしい。ちょっとメイベル、なんだ、アリシアは空を飛びたいのか。高速魔法はなしで。怖い怖い怖い。クロキ君、下ろして、うん、下ろしなさい。こら、アリシアだけずり。メイベル、面白いかなって。二人とも顔怖くないですか。ミリもやりたい。あ、おい、なんで死なないの。なぜそうまでして生きようとするの。なんだおめえ、俺高いから。見下してんじゃないわよ、惨めな男子高校生が。言えではアニメあってたんだよ。また出番減らされてんのか。ボケー、誰も狙う喧嘩。ごめんなさい。
と花の目覚まし人って呼んでいい？空想的でいい名前でしょ。こんなお天気がいい日には誰だってみんなに素敵な名前をつけたくなるでしょね。あなたたちもそう思わない？ネロが壊れた。